皆さんおはようございます。おはようございます、みなせみかです。よろしくお願いします。はい、カメラ目線です今日は。いつもカメラ目線でしょうか。嘘、あんま見てないよいつも。あ、そうですか。視線外してんのいつも。お願いします。なんか昨日ちょっと僕別の収録で嵐さんと収録だったんでちょっと来れなかったんですけど、また昨日に続きどこ来ておりますか。セブン S ですね、川崎の。はい、セブン S さん今日どうするんですか、何するんですか。いやだから結局昨日あんなことがあって何もできなかったからリベンジしようか、はい、それかポセイドン打とうかって二択になってたんだけど。いいっすね、リベンジするかポセイドンだったら二択なんだ。ポセイドンがね1台しかないから、はい、1台しかない機種って基本そんな入るとかじゃないんじゃないかなっていう、しかも5号機だしと思って、一応モセモネ3台あるんで、もう一回、はい、もう一回だけやって、もう無理だったら一生打たないってぶち切れてやめようかなと思って。あ、僕ずっと皆さんに勧めてたんですよね。勧めてた、で打ったことない、打ったことないって。その時やっぱほらハーデスとか凱旋あったから、なんかそっちに気が回らなかったっていうか。じゃあ、うん、昨日も面白いとこやれてないんですか、ね、全く。バケ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 みたいな感じ。なるほど、じゃあまあちょっとリベンジしましょうか。ちょっと今日はそうカメラも変わるし、なんか相性悪いねって話になってて、まあなんかちょっとまあ3連敗で今ますけど、18万ぐらい負けてんぞおいって。皆さん相性とかないけどね、多分あるってあるあるでしょ、だって私と相性いいじゃん、めちゃくちゃ相性いいっすね。ね、お互いレアフラグス引きやすい。でもさ、昔疫病神扱いされてました。あー、なんかね、今いい流れよ。今いい流れ。昔々はちょっとやめてほしいなって思ってたけど。あ、そうなんですね、時間を経て。そう、なんかだん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 と。あ、皆さん馴染んできた。馴染んできた。時間かかったな。ちょっと虚根とやって最初血出るけど、だんだん血出なくなったみたいな。もうやめてください朝から。じゃあちょっと、これから入って、はい、大乱の感じですかね。これから入ります、はい、もう全部絞り研究るから。久しぶりの絞れたな。さあ入店でございます。ここがなんかダイトコーナーみたいになってて、で私昨日この台言ったんですけど、死のほら見て、私の昨日の状態、あ、最後ひどいねこれ。ひどいっすねこれ。私がこれ引いた後これだ多分。あー、ひどいっすね。ひどい、連発の700。いやこれ1じゃないの、違うの。え、1でしょ。2と4を否定されたの。さすがにこれがもし1だったとしても跳ね上がるよ、瞬間的に。川崎のおばさんみたいな立場じゃないですか。川崎のおばさんだよ。はい、というわけでリベンジですね。同じ台ですわ。おもろいですよね、2日連続同じ台です。2日連続こいついくら負けてんだよっつって、はい、昨日なんとなく分かったよこの台。ああそうなんですね、うん、いやだからちゃんと打ったことなかったからさ。まあでもまだ面白いとこやれてないから、そう一切面白いとは思ってないです。秀吉決戦が普通に一発落ちしたから。ああ一応広島決戦に行ったんですか。あのね、ポイントが200ポイント貯まったの。ああなるほどなるほど、化け続きで。お、 MB チャンス目来たんじゃない。あ、来た。よし、一発目のチャンス目。一番寒いやつかこれ。入った。いやとっととビッグ当たってくんねえかな。マジで2000円。なんか長くない。お、いってんじゃないのこれ。リプレイか。やだ、当たれよ。あ、いたいたいた。よし、このリプレイが大事だったんでしょうか、それとも最初から始まったんでしょうか。80ゲームで幸先よしこ
あいついないけど2000円です。これがビッグだったんでしょ。もう今日はもうバケいらねえよ。やった、ダブルシングルが先発っております。でもビッグだったんでよかった。これでいっちゃえばいいのよね、一発で一発で決戦しちゃえばいいのよ。お、まあね、しょうがない。まあでも昨日よりはいいですよ、始まりの50で終わらせなければね。終わらせないぞ、今日は絶対出すから。どうしたんですか。待ち合わせ、お、メゴ姫、いや当たったんすよ、当たったんすよ、僕が。今日は違うんです、ビッグ。あ、こいつ、お、横やり、お、よし、なんでこういう時ベルばっか出るのかね。マジでくれ、今更っすよ、そんなこと言ってほら、まだ初心者なんで、マサブネ初心者なんで、マサブネ初心者ですか。よし、よし、今日は違う。揃うよ、ダブルで、ダブルで揃う。30か。さあどうだ、来ちゃってもいいよ。はい、だいたいこうなるんだよね、だいたい。はい、30乗せでしたと。ああ当てましょう、当てましょう。いや、ずっと同じのやってんだけど全く当たんなくて、しかもここの10連続で中右左なかったからやってたんだけど、ないのよ。なんかもうないんじゃねえか疑惑。いや、そんなことないでしょ。ほら、1ダメか、漏れてる。ね、223枚でスタート。はい、まあ2000円損失なんで、まだね、これでどうにかできればね。そうっすよ、うん、まあこんなもんっすよ。テンション低い。いや、なかなかほら、やっぱ決戦とか行かないとダメですよ。まだ9時ですからね。うん、テンション低いわ、寝起きですから。皆さんこの回向いてねえかもしれない。向いてねえな、たらればずっと。お、当たった。ほら出ましたね。お、おお、行ったよ。来ましたね。でもこれで昨日1回も当たんなかった。この何回か揃ったんだけど10カード、はい、ついで終わりました。あ、出た、4して。さあ10カード。いやマジで昨日赤まで行っても外したからさ、いい加減に当たって。赤って外れたんすか。外れたよ、当たったと思ったら外れてたよ。本当に 40% なのかな。何回消化したこれ。うん、いやでもこんなクソみたいな展開でまだ8000だからね、何気に。まあ結構追加としますけど、遊べるの遊べますよ。ダメ元でこっちの台移動してみたら。ああそうだね、移動しようかな。1枚なくなったところで台移動します。はい、さあもう1台の空き台の、まあ、サムですね。はい、じゃあゼロゲームですね皆さん。はい、ゼロゲームです。はい、2万円目入れます。
あと 200? そうです。あの、999だったかな。ただ問題はね、報酬ボーナスの可能性があるんで。そうなんですよね。外線とは違うんですよ。外線、いやでも外線だって別に単発の可能性あるじゃん。でもほら、一応ね、外線だったら、はい、80% が半分あるでしょ。あれはでかかったよな。そうだよ。長くない？これ当たってるでしょ。はいはいはい。866。総投資34,000ですね。はい、34,000。いやー、ここは欧州は勝ち越して、欧州の匂いしかしないです。ほら、欧州の匂いしかしないって言ったでしょ。どうにもできねえよこの台マジで。はい、終わった。はい、4否定ね。はい、広角だけ消化しよう。なんて言った今、なんとか余っておるぞ。余っておるぞ。でもこれ何ポイントだろう。あーさあ、あーなるほど。あー待っておるぞ、余っておるぞだ。180ポイント、あと20ポイントでもうやだマジかよ。あと20ポイント打たなきゃダメだよね、さすがに。ダメなんじゃないですか、多分。よく知らないけど200ポイントで消す、はい、秀吉決戦いくから、はい、ビッグ引いた時なんだよ。だけどそれが辛いんだよね、ビッグ引けないと。いやでも普通は行くんじゃないですか。普通は打つよね。いくら負けんだろうなこれ。あー昨日より負けんなこれ。5万円目入りました。332で4万1000円ですね、総投資。マジ頼む、溜まっててビッグにしてくれ、そしたらやめれるから。200いっててビッグでお願いします。これで200あればやめれますよ。ついにパチンコに行けます。やめれますとかじゃなくて、ここで出しましょうって出してやめます。出して、そう、はい、それが一番ですか。そういうことです。ダブルダブル。あとはダブルダブル、行くぞ。いやもう泣かないぞ。いや200あってくれマジで、マジ頼むよ。さあポイント溜まってるか。うわ本当に言ってんのこれ。まだ打たなきゃいけないよねえ、解放して私を。本当に、あーやだやめたがいいわ。帰りたい、ね、お願い、マジで勘弁して、はい、じゃあ皆さんの方だけ僕が取りますから。うん、取れ高ねえんだよこっちは。本当だよ。
ただ負けてるだけなんだよこっちは。ただ負けてるだけなんだよ。いけいけ、あ、いった。よし、取れなかったとし、一つ取れなかった、ありがとうありがとうよ。自分で作ってくださいよ、本当。もう私ダメだ、あなた主役なんですから。作れねえよ。ありがとうじゃないですよ。無理だわよ。でもまあそれはポイント貯まりますから、そのうちそう遠くはないはずでしょうよ。頑張れ島田。頑張ります。1000ゲーム乗っけて乗り打ちしよう。じゃあしません。いけいけ。ちょっと待って、あ、終わった。まあそんなもんよ。こっから頑張れ。もう一回、もう一回行こう。くな、負けろ。お前は負けろよ、もう。おー、当たったー。182。次こそ。これいくら追加してんだろう。とりあえず今いる4万2千円ね。4万2千円。あれ5万2千円。あ、4万2千円。マジっすか。うん、マジで一生打たねえわ。どうしよう。喧嘩どうか。これなんだ。あれなんだこれ。うわ、これ超なんかスターありそう。 あるよね、うん、あ、決戦ポイント200ポイント以上保持だ。ただここでは もう一周しなきゃいけないですもんね。ここで刺しましょう。これ刺して値段持ってからビッグに向けていかないとやばいね。これ6回目ぐらいだよね、昨日倒したらね。6回は引いてるよね。今日2回で、昨日4回は行ったよね。4回ぐらいだよ。 40% 本当にできない台なんじゃない、これ。私には一切向いてない。まあ、とりあえず6高は向いてねえなってのは分かります。向いてねえだろ、そうなんだよ。もう中右左やめなさいよ。当たるまでやるの、とりあえず。まあ、いましたよね、そういう人。だってムカつくじゃん、ずっと当たってないんだよ。あ、でも逆行って、なんか右左来たらそう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 、ね、で、ムカつくから、だったら当たるまでやってやるって。これでさ、負けだった時ですよ。いつ帰れんの、私。ちょっと待って、ここ、どこ天井なのかな。舐めてんなこいつ。帰りたい。あは、聞こえます。うん。さあ、超秀吉入れてサムネ作って帰りましょう。そうだねもうそれしか目指してないから今サムネ用に10万負けて帰ろう。サムネ作るために、サムネのために10万突っ込みます。ねえねえねえ、お、なんかこれ何。あ、僕も聞かれましたよ。当たると思いますよ。ああ、なんか歌流れてる。え、ついに私ビッグ弾けんの。あ、そうでしょうね。パネルショート、しかもさ、え、これ何の歌なんだろう。50年ゲーム以内の秀吉決戦確定、おめでとうございます。超、ね、超じゃないのか、超じゃないのか、ね、問題の中身ですね。そうなんだよ。
てやったよ。はい、721ゲーム、はい、やっと引けました。超だったら85だよね。あ、頼むよ、超の画面ください、サムネ用にそのために使ったんだお金を仕事熱心でしょ。仕事熱心っすわ。頼む頼む頼む、本当にちょっと待って、そうだよ。どこでわかんの、どこでわかんのか忘れた。でかくない？でかいよね。ああ、でかいですね。ショーって出んのかな、この後。確か出る。いや、見たことないっすさ。わあ、ああ、ちょうだちょうだ、よかった。やりましたね。やったぞ。やったやったやった。サムネ取れた。サムネ取れたじゃないっすよ。勝たないと。はい、頑張ります。さあ、取れましたちゃんと取れました、はい、はい、ちゃんとバッチリ取れてますよ。映ってる、はい。まあ、半分は返して。頼むから。7万6000だから、4万返して。頼むよ。行きます。慎重に。85% だから、10連はしてくれ。マジで頼む。まあ、そこら欲しいですね。まあ、平均はもうちょっと少ないだろうけど。そりゃそうだよね。一応集中してもらって。はい、集中してます。はい、金。はい。出ました、10個いきましたよ。いきました、いいですね、素晴らしい。お、ダブル、ダブルぞろい、素晴らしい。10個目がダブルいきました。よし、次の目標20個13。うわっ、あー、でもまだ分かんないですよ、確かに。ない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 、え、あ、終わったってこと。超秀吉演武、これで、なんだっけな、そう、また、そう、また7通りすれば、はい、はい、だからレイアークとか引いてナビ出せばいいってこと。そうそうそう、6択だよね。うわ、チャンスべって何の意味があったんだ。でもこれ熱いよね、揃えたら。ってもう1回 85% でしょ。押しちゃうよもう、はい、いつもの中を。まあそこはブレない方がいいんじゃないですか。ブレないでしょ、そりゃ。85%ですか、はい、ブレないおかげでこうなったよ。え、正解は1、2、3、逆押し。逆押しか。はい。さあ、中さあ、どう、大事ですよこれね。はい、1個だけダブルがあったんだよね。あとまとめて。40で止まってる。あと残りまとめてですね。あ、まとめてんだ。
少な思った以上に少なくない13個乗っけて、あ、そうですね、13個30390プラス50かマジか、少ないですね、少ないですね、思ったより。まあでも引けましたからサムネはできました。はい、440ゲームプラスです。なので800、900枚ぐらいしか出ないかもしれないってことで、はい、まあでも戦力次第じゃ結構伸びますよ。はい、頑張りましょう。終わらなくなる可能性がある。あ、そうそうそう、金のひょうたん持ってたよね。まあ 50% だろうね。30を超えてくること、あ、ちょうど500ですね、スタートが。はい、はい、まあ頑張って、うん、頑張ったのかな、13連鎖しただけで、まあ頑張ったかな、まあ、85%、まあ、ね、まあ、ここからです。はい、いやでもすごい、やっぱ蝶に入れたのはすごいと思う。ちょっと無理かな、ちょっと難しいかなと思ったんですけど、私もそこまで溜まってないんじゃないのかなと思ったけど、溜まってたね。あー、今日初めてテンションが上がったわ。いや、それは蝶やってテンション上がんなかったらやばいですね。やばいね。まだ続いてんの？まだ続いてます。やばくない？やばい、それ 80% じゃねえの？かもしれない、 80% かも。さすがに。おお、フリーズした。え、あ、長期出しいった。嘘、なんで全部の押し順クリアしたのか。うん、あの、そうそうそう、あー、すげえ、やば、どうしたの後半だって2人とも、もうとっくに終わり時間過ぎてんだけど。そうですね。18、うん、あー、終わったか、頼む。あー、さあ6択チャレンジ、これ上げたらめちゃくちゃでかいな。でかいね。いや、これはもう皆さんの流れ的にもう中右左でしょ。中右左、はい、残念。いや、中押しちゃいけないな、動画的に。ダメだね、ダメだね、中はダメだ。あ、中押しだった、中押しだった。さあ、終わらせでございます。まあ、ここはね、さあ、15個分いけ、頼んだぞ。僕も結構入れてんだ、4、5万入れてんだ、4万くらいか。いけ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 、これ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 、さあ330、よし、まだあるだろう、まだあるだろう、まだあるだろう、よし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 、500突破、はい、510、はい、突破、はい、600、あー、600ね、まあまあまあ、690でした。なるほど。え、何個乗っけたの？18。すげえな。え、今何枚ですか？1170。ああ、それしょぼいな。あ、フリーズした。え、フリーズした、なんでこれ。あ、青7が揃う。ナビが出てます。プチンした。30回、チャンス目引いたけど、このチャンス目どうなってんのよ。
どんな抽選今のチャンスね。ここでスイカ引くんじゃね。あ、マジですか。だってこの人でスイカ引いたら、あ、引いたよ。あ、マジですか。熱い熱い、どうしよう。嘘でしょ、負けんのスイカ引いても。勝ったらあれだよね、決戦です。そう、え、スイカで何パなんだろう。あ、どうなんすかね。うわ、ひでえ。終わりました、ついに。引きに行きましょう、中、右、左手を。どうせダメ角が出るんですよ。あれ、え、おー、チャンス。移動しケースですよ、それは。ちょっと、無理だって。ほら、見てだよ、それ。1414枚で終わりました。全然半分すら戻ってきませんでした。つらい、つらいです。広角だけ紹介してみます。もう中押しはやめなはれ。いや、さすがに1回待たないのおかしいから、2日間で、はい、もう一生打たないかもしれないけど、もしなんか録画入るイベントとかあって打つことがあったら中押しするわまあそんなイベントないと思うけど。一殺されちゃうじゃない。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すげえ疲れた。めっちゃ長時間打ってたね。そうですね、9時オープンで。9時オープンで今が17時ぐらい。いや、6時。あ、6時。はいはい、いや結構打ちましたね。9時間いましたよ、ここにでも最後やっぱりあの超引っ張ってきたのはやっぱ皆さんさすがだなと思いましたよ。伊達に流れ引き強けるやってないですからね。あ、まあまあ、私はやっぱさすがだなと思いました、はい2020年も。あ、これ締めくくりですからね。まさかのですけど、最後の最後にそこに触れてるっていう、はい、じゃあ一応その枚数ですよね。最後の枚数下一桁だからお願いします。何枚出たのか。7、ドン。8、ドン。3、ドン。1すっげえ。1387枚ですよ。27,500円でした。7万6000使ってますからだから5万ぐらい負けたってことでしょ、うん、結局、まあ、そうですね。昨日倒せたら、12万投資で、あ、投資だから、負けは9万4000。9万いってないぐらい。まあまあ、一応あのライの一番の醍醐味をね、引けたからまだ良かったのかなとは思うけど、結果すげえ負けてるからね、はい、ちなみにあなたはまだまだあと500ゲームぐらい残ってますかね。帰ります。はい、あの帰ってもらっていただいて。あの、長かったっすわ。ちょっと皆さんの1台目をね打ってますんでね。じゃあちょっと最後ね、2020年番組見てくださった方たちにちょっとコメントを送っていただいて締めましょうか。そうですね、ちょっとあの今年はね、コロナがあっていろいろ大変でしたけども何がおかしいですか今の大変でしたよ、はい、私たちも仕事が激減しまして、パスローの人口も6億に切り替わったせいでちょっと減ってますんで、なんとかこのあと2021年はパチンコでつないでいこうと思ってますあの、まあパチンコ混ざってくるかもしれないですけど、はい、まあ、なるべくトークメインのこの番組を。トークメイン、今日なんて特にトークしてなかったと疲れ果ててましたけど、疲れた。あのトークも楽しくなるようにね、はい、なんかネタを考えて毎回、そうですね、したいなと、はい、来年以降はさらに。そう、スロットがクソなんでちょっとトークはクソにならないように頑張りたいと思います、はい、じゃあ来年もぜひ見てくださいということで、はいはい、お別れしましょうか、はい、2020年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お願いします。それではさようなら。さようなら。